ということで釧路までやってまいりました。こちらででん大きい建物釧路交通さんでございます。釧路市民さんの毎日の生活を便利にする釧路交通さんの働きっぷりを今日はちょっと見学させていただきたいと思います。はい、一応ここで乗務員さんが並んで天候を見たところになります。朝と帰りで日勤の人と夜勤の人で夜勤の人に来て、9本だ、夜勤になります。かっこいいラッピングカーです。これね、よく見たら単調なんですよ。おしゃれ。これ単調の顔でしょ。でここがねトライバルみたいに多分なんかアイヌ文化とかを模してるのかな。ここに羽があるんですわ。超かっこいいキャラですね。私最初ここが顔だと思って、あ、なんかちょっとエヴァ初号機みたいで怖いなと思ったら、君単調じゃないか。まずストローを取っていただいて、ストローです。はい、そしてで、ここにストローを挿して、はい、でストローを加えて、息を吐いてください。これ息臭い、キャンセルタイプします。大丈夫です。 しないですか。はい、アルコールさえなければ大丈夫です。結構強めに。ね、3だよ。何の成分。残り3秒ですね。あ、結構、はい、結構長く。あ、なるほど。はい、はい、全然分析に時間がかかる。自動販売機みたい。はい、0.000。はい、大丈夫ですね。はい、はい、そして体温測定もして安全に1日行ってきますですね。はい、そうですね。もうお客さん来たらドア開けるやつだ。違う、そうです。これでビュッと開ける、はい、なるほど。閉めるときは、閉めるときもこちらで。あ、結構なんか思ったよりアナログなレバーなんですね、あれね。そうですね。へー、なんかボタンかと思ってたけどこういうやつなんだ。なるほど。へー、ほう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 。これに多分この右のやつに何か出るのかな、こう芸者してくださいとか。そうですね、そちらにお客さんの住所とお名前が、はい、表示される形になります。ほうほうほう。で左のナビで向かうと。そうですね。なるほど。あれは多分レシートとか領収書が出るところ。そうです。なるほど。無線機、あ、この右のやつが無線機なんですね。こちらはマイクとかも兼ねてます。あ、本当だ。はいはいはい。へー、あ、トークバックボタンがある。すごいすごい。へー、はい、コロナ対策に万全でちゃんとビニールシートも綺麗なのがかかってます。なんかあそこにいるキャラがいます。北海道スマイル。そして防犯カメラ設置中。女性の方も安心。の何さんですか。釧路交通の、釧路交通の渡辺と申します。渡辺さん、こんにちは。お食事中ですか。今バナナいただきました。完熟王の高いバナナですよ。これは釧路バナナです。適当なこと言うな。聞こえてへんです。釧路の名産品ですね。あ、そうです、そうです。なるほど、はい、後で買って帰ります。はい、お仕事は今日は終わりですか。今日はもう終わりです。
はい、お疲れ様です。4時からなので。4時からでもこれじゃあこれ今からじゃないですか。朝の4時から来ました。あ、結構なんかタクシーの運転手さんって1日の時間が長いの、高速時間が。そうそうですね、9時間ぐらいなんで。そうですよね、大変。いつも釧路市民さんの交通の足を守ってくれてありがとうございます。いえ、ありがとうございます。はい、エコバッグが可愛い渡辺さん、お疲れ様でした。鬼滅の刃です、はい、ありがとうございます